実はエンディングやオープニングがすごく欲しいなって思っています。せーの、ルルのモーショルンです。はい、今回はですね、じゃーん、カラコンを買ってきました。イエーイ、カラコンを買ってきましたみたいな感じの動画をよく上げるんですけど、まあ、これからもねやっていこうかなって思うんですけど、今ただいまね裸眼でございます、私。はい、なんかこの前まで使ってたラベールのカラコンがあるんですけど、それがねもうなくなって、もう新しいのが欲しいなって思って、今日もねラベールの買いに行ったんですけど、なんか昔使ったやつまた思い出しちゃって、これジュピターミューズってやつ、友達とよく昔使ってたなと思って、また今日ね昔に戻ろうと買ってきました。なんかこれは緑色のカラコンなんですよ。まあ、どんな感じになるのかはね全然忘れてて、プリクラで撮ったらねもうめっちゃ緑みたいな感じのカラコンだったんですけど、ペン見でもねこのカラコンを使おうかなと思って買ってきました。でね、今日はつけていく動画を撮ろうと思います。それでは早速つけていきましょう。スタート。マジでねこれめっちゃ久しぶりなの。私がカラコンつけ始めて2箱目ぐらいかな、初めて使ったのがラベールのシルキーベージュで、2箱目がキャンマジのジュピターミューズだったの。めっちゃ懐かしいなと思って、めっちゃ懐かしいなって思ったのめっちゃ懐かしい。すごい緑なの分かりますか？めっちゃ緑、多分昆虫爬虫類みたいな感じのやつだと思います。うーん、薄さはすごいいい感じで普通に取りやすいです。はい、それではつけていきます。でこれサイズが 14.5 なんですよ。だからもしかしたら宇宙人になるかもしれません。はい、つきました。すごい緑じゃない、ほらやばい懐かしい。でもめっちゃ緑、いやでもやばい、宇宙人になっちゃうかもしれないこれ私。はい、着きました、イエーイ。結構宇宙人かもしれない、ラベールの時に比べちゃ結構宇宙人になっちゃったかもしれないですね。まあでもすごく可愛い色なので私は満足です。めっちゃ緑じゃない、やばいね、めっちゃ緑、緑近くで見るとこんな感じです。すごくない、なんかめっちゃ緑やねえ、懐かしい。これでまたプリ取りに行きたい。私的にはカラコンはプリ取った時が一番大事って思ってますね。自分的にはプリ取った時にどんだけ目立つかっていうのが自分的にはすごく一番カラコンの重要なポイントだなって私的には思います。今回はねプレゼント企画とかなんもないんですけど、本当にこんなくだらないカラコンつけるだけの動画ですいません。でも一つだけお知らせがあります。4月21日土曜日の1時から代々木公園でオフ会をすることになりました、イエーイ。で代々木公園のどこでするかっていうのを前回代々木公園でやった時に言い忘れてみんな混乱しちゃってたんですよ。なのでここで言います。代々木公園の時計のところですね、時計のところでやろうと思います。わかるかな、時計台、前オフ会したところです。また同じところでオフ会をしようと思ってます。ぜひね来てくださると嬉しいです。できることであれば何でも OK なんで、よかったら来てください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、また見てねー。